大阪市立海平小学校は大阪市中央区にある公立小学校。都心部のドーナツ化による児童数の減少に伴い、1990年に大阪市立愛美小学校と大阪市立修営小学校の2校を統合して発足した。学校敷地は九州営小学校のものを継承している。校名は趣旨の禁止録の一節より取られた。 本校では、前身校の遠隔についても記述する。大阪市立修営小学校は、と修営小学校は、明治時代初期に、東船場地区に設置された6つの小学校を、前身としている。6校が1885年に、北船場東、中船場東、南船場東の3校に再編された。その後、昭和時代に入り、1940年代前半の、 大阪市は中等学校の入試難を緩和するための方策として中等学校の増設を図った。この際、既存の小学校を近隣校へ統廃合して空いた校舎を転用することで中等学校を新設する方法を取った。その一環として1942年に反愛国民学校校舎を転用して大阪市立阪愛中学校を設置した。これにより 半愛国民学校は修営国民学校に統合された。さらに、太平洋戦争に伴う国策で男子商業学校の工業学校への転換とそれに伴う女子商業学校の増設のために、1944年には何わ国民学校校舎を転用して大阪市立何わ女子商業学校を設置した。これに伴い何わ国民学校は、 久保国民学校へ統合された。なお、久保国民学校は、戦災被災のため1946年に廃校され、同校校区の内何庭校統合前のもともとの久保高校区を大阪市立愛美小学校校区へ、また旧何和校校区を修営小学校校区へとそれぞれ分離編入した。なお、旧繁愛国民学校あとは、企業ビル。 旧奈庭国民学校後は大阪市立東商業高等学校となっている。太平洋戦争前には3校あった小学校を1校に統合する形で1947年に学生改革によって大阪市立修営小学校となった。しかし1970年代頃から児童数の減少傾向が目立つようになり、同様に児童数減少が目立っていた大阪市立。 愛美小学校との統合の話が持ち上がった。大阪市教育委員会や両校の学校、地域関係者らが折衝を進め、1989年9月に大阪市教育委員会から2校の統合が正式発表された。統合で開平小学校が設置されたことに伴い、修営小学校は1990年3月に閉校となった。ありがとうございます。